山形マット氏事件とは、1993年に山形県新城市立明林中学校で発生した男子中学生の死亡事件。俗に、マット氏事件、マット事件、明林中事件とも呼ばれ、学校現場におけるいじめの深刻さを明らかにし、少年法改正への機運を醸成した象徴的事件として、現在も取り上げられる。 1993年1月13日夕方、新城市立明林中学校1年生の男子生徒が同中学校の体育館用具室内で遺体となって発見された。生徒の遺体は巻かれて縦に置かれた体育用マットの中に逆さの状態で入っており、死因は窒息死であった。山形県警察は障害及び監禁致死の容疑で、 死亡した生徒をいじめていた当時14歳の上級生3人を逮捕、当時13歳の同級生4人を補導した。警察の事情聴取ではこれら計7人の生徒は犯行を認めていた。だが、その後児童相談所に送知された1人を除く6人の生徒は犯行事況を撤回し、犯行の否認やアリバイの主張をし始めた。 これに対して1993年8月23日、山形家庭裁判所は逮捕された上級生3人に対し、刑事訴訟における無罪に相当する非行なしを理由とする不処分の決定をした。一方、補導された同級生3人に対しては、同年9月14日、2人に初等少年院装置、1人に強合院装置の保護処分が決定された。3人は、 処分取り消しを求め仙台高等裁判所に特別広告するが、アリバイは認められないとして、広告は棄却された。それに対し最高裁判所へ再広告もしたが、再び棄却された。そして翌1994年、7人全員に対し、刑事裁判の有罪に相当する保護処分が確定。これに対し少年は、事故死を主張して、山形地方裁判所に提訴。 その後1995年に死亡した生徒の両親が少年7人と新庄市に対して1億9400万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした。この際、少年らは山形地裁への提訴を取り下げた。2002年3月19日、民事訴訟に対し山形地裁は事件性はないとして原告側の訴えを退けた。生徒の両親は 仙台高裁に控訴し、2004年5月28日、仙台高裁は一審判決を取り消し、少年7人に5760万円の支払いを命じた。少年らは上告するが2005年9月6日に、最高裁は上告を棄却、元生徒7人全員が事件に関与したと判断したため、約5760万円の支払いを命じ、 不法行為認定が確定した。原告側の代理人弁護士によると、決心から十年を経過した二千十五年時点で、任意の支払いに応じた元生徒はいないという。損害賠償請求権は二千十五年九月には十年間の時効にかかることから、その前に時効の中断の手続きとして、元生徒七人のうち四人には、再建の差し押さえ等の措置が取られたが、三人については、 勤務先の会社がわからないなどの理由で手続きが進まなかったため損害賠償請求権の事項を中断させるための提訴が行われた。2016年8月23日、損害賠償金の支払いを遺族が求めた裁判の判決が下り、請求通り支払いを行うよう元少年二人に対して請求通り支払いをするように命じた。上記の自白に頼った捜査により、 取り調べ段階においての捜査関係者と容疑者少年との信頼形成に失敗したとされる。後半開始の後、被告少年側は自白は強制されたものと供述を翻した。それに対し警察、検察側は自白のみで物証が乏しかったため、事件当時に被告少年が確実に現場の体育館にいた証拠などを提示することが困難となり、被告少年側が かねてより被害者をいじめていたといった状況証拠を積み重ねた法定戦略を取らざるを得なくなった。被告側は冤罪を主張する人権派弁護士による大規模な弁護団を結成したことで警察の捜査体制の不備をついた法定戦略を取った。民事裁判一審中の1996年10月からは日本国民救援会山形県本部が加害者7人の 冤罪を主張して支援を開始し、2002年7月からは国民救援会中央本部が同じく支援を開始した。これらの経緯により判決が有罪と無罪の間を揺れ動くこととなった。自白返帳という捜査上の問題のみならず、加害者の人権を重視するあまり、被害者の人権及び遺族の心情を軽視するという側面が社会問題となる契機ともなった。 死亡した男子生徒の一家は、事件の約15年前に、新庄市に転入し、地元で幼稚園を経営する、仲むつまじく裕福な一家であった。また、一家全員が、標準語を話すことも重なり、閉鎖的な地域性からこの一家に対しての、劣等感や妬みで、よそ者扱いにする、いわゆる村八部的な環境にあったとする TB、新聞等の報道がなされた。 事件後も、いろいろなつながりがある狭い町に住む人たちにとって、表に出たら事件のことを一言も口にしないことが、続き、当事件の関連記事連載中、朝日新聞山形支局の記者たちは、取材現場で、まだ取材しているのか、そっとしておいてくれと、何度も追い返されて、さらに、学校の関係者を名乗る複数の人物から、今更騒ぎ立てるなと抗議を受けたことを明らかに、している。 また、社会学者の内藤麻夫も、明林学区でのフィールドワークにて死亡した、男子生徒の家族に対する、様々な誹謗中傷を行う住民の声を聞いたと、述べ、この地域に関する問題の根深さを指摘している。明林中事件、遺族が、自故中断へ提訴元生徒、賠償金支払わず、山形新聞、2016年2月9日閲覧。遺族側が、 全面少訴明林中事件賠償訴訟山形新聞2016年8月23日閲覧弁護団は何度かメンバーの入れ替えはあったが最終的には東京都や山形県他市に事務所を構えるベテランの弁護士で構成された高島97ページ高島99ページ小林義則も自身の著書ゴーマニズム宣言参観で本事件を 地域性の問題として取り上げている。マット市事件、P220、機関人間と教育第7号、労働順報者、1995年、内藤浅尾。ありがとうございます。